どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ本日はケツメイシの涙、こちらの曲をこの小さいウクレレでガズレレるシンプル簡単バージョンでやってみようと思います。ちょっと最近のことなんですけど、イベントでですねケツメイシの太蔵さんと、お会いする機会がございまして、なんとケツメイシの太蔵さんもガズレレ YouTube 見てウクレレを弾いているということで、はい、もうテンション上がってるんでございますけど、その流れでケツメイシの名曲涙をやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレバージョンなんですけど、こうループといってですね、同じコード進行をぐるぐる回る中でこの繰り広げられるロマンみたいなところが、こういうラップとかレゲエみたいなところにありますんで、これねコードは本当に簡単ですから、ただやっぱラップと歌、ここがポイントになります。後半はかっこいいバージョン、やっぱり16ビートでこう軽やかにできるのがいいかなということで、後半はかっこいいバージョンで、やってみたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、頭の中ぐるぐる流れてる曲、いつもカラオケで歌ってる曲、今度は演奏して楽器を一緒に歌う弾き語り、ぜひ皆さん始めてください。これ本当に楽しいんですよ。とはいえね、楽器はちょっと苦手だわとか、かっこいいけど私にはきっと無理という方多いと思うんですけど、ウクレレだったらすぐできますよ。ウクレレだったら弦も4本だし、ちっちゃいからいつでもね触ってられるんですよ。こうもう手軽に、ね、その辺に置いておいてパッとこう取って触れるっていうのがねウクレレのいいところでございまして、まず簡単なんですけど、始めたらわかります。もう奥がすごく深いんですよ。だからずっと続けられる、なんていうのかな、まあパートナーみたいになってくれると思います。ぜひ皆さんこれを機に始めてください。今ご覧になってくれているガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どんどんウクレレで音楽ができるようになっちゃいます。もうちょっとしたらこの辺にリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ今私もうできちゃってんじゃないのってすぐなりますから、どんどん楽しみましょう。YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでもちょっとした隙間時間にすぐ音楽ができる、これはねいいですよ。しかも無料 YouTube ですからね。はい、じゃあリンクあります。ここの初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしたレッスン動画、すでに1000曲以上アップロードされております。はい、最新 J-POP、 定番の J-POP、 昭和の夏メロ、演歌歌謡曲、洋楽いっぱいありますよ。ハワイアンは もちろんあります。あとアニメの曲とか映画の曲とか、もうありとあらゆる音楽をウクレレで簡単にやってる動画をもう上げております。さっきのリンク先のところに行くと曲名検索できたりとか、あとジャンルボックスから探せるようになったり、歌手名から探せるようになったりして、お気に入りの曲きっとあると思います。どんどん今度は音楽やりましょう。それでは行きましょう。涙ケツメイシガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、違う眺め、時に夢破れ涙あふれ、まだ明日先進むべき明日へ、弱さを見せろ怖さも嫌、ありのままで俺でいれ、抑え込んだ感情なら今だそう、ありのまま生きるならば今だぞ、涙の数だけ大きくなるわけ、そこに本当の自分があるだけ、感情は単純にこぼれる涙、止めずに泣いて枯れるまで、溢れた感情は単純に疲れた君をそっと包んで忘れるため、その思いを泣いて泣いて笑って笑って表せるな、孤独に泣いた夜も聞かせてよ、泣いて笑って泣いて何度でも、ワン、ツー、
涙止めずに泣いて枯れるまで溢れた感情は単純に疲れた君をそっと包んで忘れるため結面師の涙ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。サビでね、こうグッとくる感じ、やっぱこれいいですね。はい、どんどんやりましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けしました。今のは1番やってサビやってブリッジパートやってもうサビやってエンディングということなんですけど、フルでやりたい方、あのね、この曲は本当素晴らしいことにですね、ループといってですね、ループ同じコード進行をひたすらぐる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 回して、その中でこうドラマが続いていくという、こうブラックミュージックとかレゲエとかそういうところのルーツみたいなところがありましてですね、それがまさに応用されてるんで、初心者様にとってもこれコードだけで言ったら簡単ですね。しかもこのガズレレアレンジでやってますからね、入門コードだけでこうぐるぐる回す感じでございます。はい、フルでやりたい方自分で書いてってくださいね。書いてっていうか、もうあのね、ファンの方はもう歌えますからね、コード進行同じですから、それでどん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 自分でこうフローをラップをレゲエをこうたま楽しんでいただければと思うんですけど、動画と一緒になんとかできるようになった方、それでも自分で書いてやってみるのをおすすめします。その時の参考になるように私のノートを見せようと思うんですけど、今回のノート、そういうわけでほら今言ったでしょ、ループになってるからぐるぐる回ってるから、歌詞だけを書いててこのコード進行をぐるぐるずっと回してるっていう、そういうスタイルです。なんでこれ1番のところの、ラップのところの歌詞をずっと書いているということになってますと。でこれでワンセットになって、このコード回しが進んでいくということなんですけれども、なんでこの歌詞を知っている方にとってはコードだけ覚えればいいだけということですから、結構シンプルです。まずこれが基本的なコード回しです。もうただひたすらこれだけ、これをぐるぐる回してる中でこうロマンをこう紡いでいくっていうね、イメージがいいと思います。こういうのをループね、ということでやっておりますんで、はい、コードも見てください。この出てくるコードのこのシンプルなこと、はい。そしてここがサビなんですけど、サビもですね、コード一緒ですよ、これと全く一緒。ただあのなんとなく僕いつもの歌のところはこうやって書いたんですけど、この2行がサビになって、あ、3行か、ウォーウォーウォーのところ、この辺がサビになってます。じゃあこの辺だけちょっとメモって、見てください。はい、でこの一箇所、このブリッジパートのところ、胸に溢れたその思いを、ところだけコード進行ちょっと変わるんですけど、とはいえね、あの、シンプルコードなんですよ。ここのところだけちょっと要注目。ワンブロックにコード 4つ書いてあるから、ゆっくりでも、ゆっくりだからできると思うんですけど、Em7、Em7、Am7、G7、ここワンブロックに4つなんで1個ずつです。ここはちょっと、今回ちょっと頑張りましょう、初心者の方も。はい。こんな感じでやってみました。はい。で、ここで、またこれサビに戻って、今サビをもう一回やってさあ終わったということになっております。はい、それでは出てくるコードの解説。やった、コード5個ですよ、すごいな。 C と Am と F と Dm と G7 でガズレレアレンジバージョン、超ウクレレにとってはもう本当にこれはもう習ったその辺に覚えるようなコードですからね。つまりこれはですね、歌というかこのラップのところができたら本当に初心者さんでも今できるバージョンです。やりました。ちなみにこの5つのコードなんですけど、はい、今出てきたね、 C と Am と F と、Dm と G7、 このコードはこのグループの仲間です。これはガズレレ必須コードって書いてあるでしょ、必須です。コードっていうのをね、音楽やる上で覚えないといけないんですけれども、コードってね、こういう音の塊みたいなことを言うんですけど、本当言うとこれ星の仮想とあるんですよ。で全部覚えようと思ったらもう大変ですよ。でも大丈夫です、皆さん安心してください。ウクレレで音楽やろうと思った皆さん、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で頼りになるもんで、ほんと仲良しのもう最高のグループがあるんですよ、コードの仲間のグループが。それ10個ぐらいのコードのグループなんですけど、それをガズレレ必須コードと言っております。まあなんとか初心者の方、この10個は覚えてください。10個、そうすると皆さん、10個もあるの、もう覚えられないって思うでしょ。で1個ずつ見たらですね、指1本で押さえるとか超簡単ですよ、1個ずつ見たらですよ。ただし10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、その辺のことを私が分かりやすくすぐ覚えられるような動画で解説してます。ここに動画貼っときます。これはね、もう絶対覚えた方がいいです。だから必須、だから必須、必須ってことは必ず覚えた方がいいよってこと。まあ時間かかってもいいんで、楽しく覚えられますから。今日はその中の5個ですからね。説明書の歌とか好きな方はもうこれコードは本当簡単ですから、チャレンジしてみてください。さあ、じゃあここからかっこいいバージョンの、解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、リズムです。
リズムだけが変わります。この曲は特にこう決まり事ということもなくね、ほんとこう淡々とこうループが進むっていうイメージがいいと思うんですけど、ビートをちょっと変えましょう。はい、これ16ビートのチャ、これでやるのがいいんですよ。こんな感じ、ドンドンカツッタカタ、ちょっと跳ねてて、ね、シャッフルがいいと思う。カタカタドンドンカツッカタカタドンドンカツッカタカタ、このリズム、このちょっとドンツッパッカツッタブンドンパッカツッタブンドンピッカチ、このねビート感、このドラムチャが入るとこ、またこのねドラムっていうかこう打ち込みっぽい感じが本当にかっこいいんですけど、もう間もないで笑う君は俺の心を叩く、こう言葉と一緒にこうギアが噛み合うみたいな感じが素敵でございます。ちなみにこの16ビートのチャというこういう弾き方ですけど、これちょっとね難しいんですよね。一応ですね弾き方ここに解説しておきましょう。ここにリンク貼っておきます。このリンク先はですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャというリズムを、動画でマスターしてもらいたいんですけど、まず基本になるのは8ビートというリズムなんです。8ビートというのはこういうリズムで、これの延長線上にあるね、このリズムの、スタイルですんで、まず、全然わかんないという方は、8ビートから8ビートのチャ、16ビート、16ビートのチャという感じで進めていってください。チャっていうのはね、これ、この打楽器的要素が入ると、またこの、また素晴らしいグルーブが生まれるということで、ちょっとね、長い道に乗るかもしれないんですけど、ちょっとやってみてください。で、しかも今回はシャッフルといってリズムが跳ねてます。普通のリズムって、パッ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 、シャッフルのリズムっていうのは、パッタ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 、はい。16ビートでやってみると、普通の16ビートは、ジャン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 、シャッフルの16ビートはジャンジャンジャンジャッスジャンジャンジャン、ちょっとこんな感じでこうファンキーな感じが出るといいと思います。そういうわけで、ね、今日はね、決めというよりはやっぱり全体的なこう流れとかグルーブというか、そのなんていうか、このループのこのほんわりしたグルーブの中でこうどこまでこう歌がこうギアがね噛み合っていけるかっていうお楽しみになると思うんですけど、やっぱ歌詞の内容とかも含めて、音楽ですので、演奏ができたとか言葉がハマったんじゃなくて、やっぱりその歌の感情までそこに織り込んでいく、そんな感じで、やってみようと思います。それでは行きましょう。ケツメイシの涙ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。
死の涙、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。かっこいいですね、やっぱりこのノリですね。ガチャガチャガチャ、このなんか淡々としたこの16ビートのふんわりしたリズムの中でこう言葉がこう遊んでいるというイメージ、これはですね、ラップのところは難しいですけどね、この言葉のこのタイミングをこう測りながら、最初はそういうロジカルなところから行って、それができるようになったらだんだんこのハートフルな方に持っていくのがいいと思います。楽しんで音楽やりましょう。ありがとうございます。さあガズレレですけど、2019年このちっちゃいウクレレ持って日本中飛び回ってイベント、ありがとうございました。皆さん参加してくださったの、あといろんな本出したりとか、皆さんとねこうやって広がってこう繋がれて、ね、この YouTube を通して繋がってね、本当に、ね、素晴らしい1年でした。皆さんありがとうございます。まだまだ今年ありますけどね。で2020年どんどん行きます。まずですね、最近公開になったのが、来年、早々にガズレレのアプリ出します。ガズレレの初めてのアプリの名はガズレシピ。はい、ガズレシピ、これ来年早々ね、ローンチするんで、その時にはまた報告しますけど、よろしくお願いします。あとは今使ってる、あとこのウクレレね、ガズのわがままウクレレ、これも大好評でですね、皆さんにご支持いただいております。今ちょっと生産が追いつかない状況でございまして、予約注文というのを受けてるんですけど、まだもうちょっとありそうなんで、もしこのウクレレ気になるな、ちょっとどんなものなのと思った方、ここのリンク行ってください。はい、お願いいたします。あとね、本もいろいろ出してますからね、リットミュージック社から出てるこちらの本と、もう一冊合わせて2冊リットミュージックから出て、もう4万部ぐらいになって、本当にね、もう爆発的大ヒット、ありがとうございます。なんで売れてるかというと、楽しくて簡単で面白いから、はい、いいですね。そんな感じで楽しんでいきましょう。すべてのことはガズレレ .com このホームページでご覧になるといいと思いますよ。絶対見てね。ホームページのリンクここ貼っときますよ。はい、チャンネル登録もしかしてまだの方いらっしゃったらお願いします。ありがとうございました。楽しく音楽やろう。それではさよなら。